中に嵐を巻き起こすか、山の内卓。佐藤健一、 NA 日本ライト級チャンピオン指導官ジム佐藤健一。K-1 ジャパンフェザー級グランプリ3分3ラウンド。おっと立ち上がり、早くも新鋭山内卓が仕掛けていくのか。クリアになります。まあ、石井館長、はい、この試合当初本来ならば山内卓ではなくて日本キックは小野寺力が出場する予定だった。そうですね、あの本人が危険によりまして、で今の日本キックの中で一番実力のある山内が出てきたわけですね。しかしその山内打ち合っている。佐藤健一、ベテラン佐藤健一に対して打ち合っています。ちょっと鼻血が出てきて、もしかしあれですね、パンチが止まりませんね2人とも。第1ラウンドゴングが鳴ったその瞬間から打ち合いが始まりました。意地と意地とのぶつかり合いです。その言葉、両選手とも左のハイキック、山内の左のハイキック、ね、そして右、右のパンチ、左右のパンチが佐藤健一の顔面を捉えています。山内選手良くなってきましたね、だんだん。なんとか大丈夫というドクターの判断。第1ラウンド試合再開です。右のストレート、右のストレート、しかし佐藤健一、鮮やかな右のストレート。フェザー級1回戦は5カウント、あと1回山の内がダウンを切っていれば負け。さあ佐藤健一、右のストレート、2回目のダウン、ノックアウト、ノックアウト。佐藤健一、鮮やかな右のストレート、やはり格の違いを見せつけました。スローでもう一度ご覧いただきましょう。長嶋さん、どうですか。いや、もう本当にゴング早々ずっと打ち合ってたじゃないですか。本当に手数はもうどっちがどっちっては言えないんですけども、やっぱり佐藤選手の方がキャリアが勝ってますね。で顔をですね、顔を左右に振らしながら打ってるんで、であのパンチもらわないんですね。山内選手を正面からパンチ打ち合ってますから、ちょうどカウンターになっちゃうんですね。しかし新時間とこの新鋭山の内優れのガッツは開催ですね。いいですよ。だからこれからね、どんどん伸びてくる選手だと思います。頑張ってほしいと思います。MA キック佐藤健一、山の内優れを下して。